つも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは誰でも簡単にすぐできるをコンセプトにして食パンのアレンジレシピを配信しています。今日は芋けんぴで作る食パンのアレンジレシピをご紹介したいと思います。なんで芋けんぴなのと思った方いると思うんですけど、この間ですね、久しぶりにスーパーに行ってちょっと芋けんぴに惹かれたので食べてみたらもうすごい美味しくてですね、これで何か食パンのアレンジで応用できないかなっていうふうに考えて、作りました。他に合わせる材料も割と日持ちがするもので設計しておりますので、買っておいていただければ、すぐお家で作れるようなレシピにしてますので最後までご覧になってください。過去にもですね、キャラメルを使ったアレンジレシピだったり、もっと時短でできる、3分程度でできるようなレシピなど動画を多数配信しておりますので、そちらをぜひご覧になってください。この動画を見て美味しそうだなとか作ってみたいなと思われた方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは材料の説明に入りたいと思います。はい、まずはこちら今日食パン1枚使用していきます。こちらとあと蜂蜜ですね、こちらが大さじ1になります。でこちらの黒ごまを小さじ2分の1杯程度ですね使用します。そしてメインのこの芋けんぴですね、だいたい 20g ぐらい使用します。はい、まずはですねこちらの芋けんぴを例えばこういうジップロック等に入れて、ちょっと叩いて崩していきます。はい、そうしましたら先ほど砕いた芋けんぴを食パンの上に乗せていきます。はい、次に蜂蜜を上からかけていきます。最後に黒ごまを乗せていきます。はい、いかがだったでしょうか。誰でも簡単にすぐ作れますので、ぜひお試しになってください。ではまた。